はい、皆さん明けましておめでとうございます。ジョイゼロさんです。今年もよろしくお願いいたします。今日はですね、熊本市内の江津湖という湖に、軽く走りに行きたいと思います。熊本市内にある人造湖でして、その水のほとんどが湧き水で、形作られている湖ですね。私も子供の頃、かなり小さい時からですね、水遊びに来たり釣りに来たり、してた懐かしい場所です。ちょっと地震で一部護岸が崩れたりとかしてたんですけれども、もうだいぶ復旧してきたと思うんでちらっと回してみたいと思います。こちらもその江津湖の上流ですね。この辺非常に湧き水で水が綺麗でですね、あの辺のあぜ道とかでですね、ザリガニとかあと砂ヤツメとかも取れます。網とかでですね、すくって取れたりするんでですね、どれだけ水が綺麗かということですね。僕は子供の頃に比べてだいぶ地形が変わってますね。あ、ここ入れますね。ちょっとここ入っていきましょう。ちょっと、よしよしよし。U ターンして、わあ砂利か、嫌だな。砂利でちょっと急角度の U ターンはしたくないんだけど、よいしょ。で駐車場整備されてますね。実はここ立ち入り禁止だったんです。地震で崩れちゃって危ないということで。でもだいぶ綺麗になってますね。あそこにボートハウスの建物があったんですけど、もう取り壊しちゃってますね。はい、ここが江津湖の中でですね、上江津と言われているところですね。真ん中の方に橋があって浮島がありますけれども、あの辺がですね、加藤清正でしたかねが、熊本城の庭園として、水前寺公園から続けて、作ったと言われている湖です。全体的にはこんな感じです。よくですね、ここのボートハウスでボート借りて、釣りに行ったりとかですね、あそこの橋の向こうとかで鯉釣りとかをしてました。江津湖ではこのようにですね、屋形船での、宴会もできます。ここはちょっとした湾みたいになってるんですけれども、昔は水が汚くてですね、その分、船や鯉とかのたまり場になったんです。鯉いますね。見えるかな。鯉いますね。結構でかいな。はい、それではですね、下流の下伊豆の方に向かってみましょう。湖面の面積的には下伊豆の方が広いと思います。またブラックバス釣りとかするときは下伊豆の方が多いですね。はい、ここからが下伊豆になりますね。こっち側はですね、熊本市動植物園ですね。動物園です。お、バス釣りしてますね。おお、あんまり水遊びというイメージじゃないんですよね。どっちかというと釣りとかボートとかですね。ただ、対岸の方にですね、ちょっと広場っぽく整備されて、公園のようになってるんでですね、散歩だったり小さい子供たちと遊んだりとかっていうのができるようになってます。これ人造湖です。なんだっけ、熊本市内の水は全部、湧き水で、賄えられていてですね、水道水、蛇口をひねるとミネラルウォーターが出ると、言われているぐらいです。予定ではこれこのまままっすぐ行く予定だったんですけど、ちょっと左に行って公園の方を見ていきたいと思います。
はい、ここが下江津の公園、水前寺江津湖公園ですね。まあ、こうやってちょこっと遊ぶ分にはいいです。あそこにはですね、淡水生物の資料館なんかもあってですね、まあ、ちょっとした自由研究ぐらいはできるんじゃないですかね。遊んでますね。指定外来魚ですね、ブラックバス、ブルーギル、カナヤシもそうなんですね。ティラピアがいるのを知ってます。カブルチ雷魚ですね。こちらも昔からいました。こちらの公園では、これらの魚を釣る場合は漁業権とかいらないということで、まあ、だからブラックバス釣り盛んなんでしょうね。で釣ったら、こういうところに入れてくれということになってます。私が子供の頃、ここはただの湿地帯でですね、こんな公園なんかなかったんですけども、綺麗に整備したんですね。途中水路とかもあって、この辺の水も湧き水なんでですね、水遊びには、もってこいなんじゃないですかね。あれなんか鳥いますね。詐欺かな。はい、次はですね、浮島神社に行きたいと思います。そこも湧き水でですね、湧き水でできた池の中にですね、島が浮いているように見えるということで浮島神社と、言われています。はい、浮島神社到着。もうちょっと先ですけどね。懐かしい。ここは中学校時代ですね、学校の先生と一緒によく釣りに来ましたね。かな。上砂利だー、やめてー、マジかー。しかも向こうに下がってんのか。ということは、こう入れて、あ、砂利は意外と硬いっす。よかった。で、出やすいように展開しての、よっ、石をかませて、これですね、今日は、ちょこっと散歩ツーリングということで、帰ろうと思います。熊本はですね、水もきれい、ほとんど湧き水なんですね。で、山もあって海もあってと非常に自然に恵まれたところでございます。また九州全体がですね、自然に恵まれて、冬も今1月ですけどこのように走れるということで、バイクにとっては非常にありがたい土地なんじゃないですかね。これからもですね、今年1年、
今年もですね、九州の魅力をですね、皆さんに、お伝えできる、モトブログであればと、思っております。また1年よろしくお願いいたします。それではまた。